大野京手の子とする系図がある。子に、東人がいる。官位は、自家公子給食大部。672年の人心の乱では、大友巫女側の将となり、及び楽屋まで、大友不寄付を破ったが、和京を前にして引き上げた。大野氏は、家主の,の氏族。一説では、下付市の子,子の子で、下谷国那すぐん大野優に居住した、若い西へをそとする。ただし、 下付の二子太子は、慶大天皇朝から、近明天皇朝頃の人物と見られるため、世代の整合性が取れない。人身の乱の際、旗安は、大友三子をいただく、大海朝廷の将となった。大天王子に味方した、大友吹譜川京を制圧して北上した時、王の旗安は、北から、奈良盆地に侵入した。旗安は、 および落山二陣を敷いた不寄譜と戦い、これを破った。旗安は追撃して、八つ口に至り、高地に登って、和京を見下ろした。旗安は街路に盾が並べられているのを見て、副兵を疑い、引き返した。その盾は、および、落山の戦いの前に荒れたお赤丸と、意味、へこ陣が並べたもので、敬を守る兵力は少なかった。旗安の春遷のおかげで、不き譜は、 援軍と合流し配送した兵を集める猶予を得た。日本書記に記される、王の旗安の自責はこれだけで、この後にこの方面の軍の葬式官として、現れるのは、犬飼五十君である。旗安は降徹されたのかもしれないが、五十君の指揮下に入っただけなのかもしれない。乱の後、王の旗安は許されて、天武天皇や児童天皇に仕えたらしい。 天武十三年王の君は王の阿蘇音を賜物もの組みされており、畑安も改正したと想定される。俗に本期は天平十四年十一月二日に死んだ王の東人の説明に、飛鳥朝廷の正し職大部、自家公師、畑安のこなりと記している。ありがとうございます。